ます。K です。3時の朝でございます。今日は12月25日クリスマスなんですが、朝この地域の子どもたちがホテルの玄関に集まってくれてクリスマスソングを歌ってくれました。すごい可愛くって、こんなサプライズあると思ってなかったから感動しちゃいました。ありがとうございます。そんな今日はね、ここ3時から淡水まで歩いてみようと思います。距離16キロ、時間3時間40分と表示されておりますので、まあ、4時間ちょっとで行けるかなと思っております。淡水ね、すごい好きな街なんで楽しみです。じゃあ今日も楽しく行ってみましょう。チェックアウトする前にみんなにバイバイを言いに来ました。ご飯食べてる。じゃあな、またな。じゃあね、バイバイ。バイバイ。バイバイ。すごいね、素敵なホテルに泊まれて幸せでした。楽しいクリスマスをありがとうございます。今日はね、まず山を下るところからスタートしております。すごい大きな廟がある。ちょっと行ってみようか。かっこいいね、バスケットコートがあるよ。ここはね、昔使ってた水車がそのまま残されてるみたいですね。本日も海に出ました。昨日に比べたら穏やかな海だね。このマンションがすごいお城みたいに見えるね。せっかくなんで海沿いを歩いております。このぐらい穏やかだったらいいよね。昨日はさ、すごい荒れてて海が怖く感じたもんね。セブンで初めてこのホットドッグを買いました。ずっとね、食べたかったんだけどタイミングを逃していたんで嬉しいです。いただきます。ホットドッグいただきます。普通に美味しい。めっちゃ日が出てきた。暑いね。いや、歩くのもちょっとしんどくなっちゃうかな、これは。あとね、40分ぐらいのところまで来ました。本日のホテル到着。いやー、なんか距離は短かったけど疲れちゃった。チェックイン完了しました。こちらが本日の私の寝床でございます。今日なんか早く寝ちゃいそうな気がする。まあ明日最終日だしね、早く休んで明日に備えようかな。ホテルからのね、眺めがなかなかいいんだよね。やっとね、洗濯終わりました。そしてお風呂入りました。もうね、6時なんですが、お腹減っちゃったんでね、夜の淡水を散歩しつつ何か食べに行きたいと思います。じゃあレッツゴー。
とりあえず淡水駅にやってきたんだけど、今日クリスマスだからか結構この時間でも人がいっぱいいますね。駅近のね、広場がイルミネーションすごい綺麗なんで、ちょっと見てみようと思います。今日クリスマスなんだね。朝のあの歌聞いた以外で全然クリスマスっぽいことしてないから実感が湧かない。クリスマスに男一人で港未来に来ちゃったような、そんな気まずさがちょっとあるね。こちらのお店で夜ご飯を食べようと思います。たまには海鮮かな。海鮮がいい食べたいな。またちょっとね、生牡蠣食べたかったんだけど、明日最終日で万が一のことあったら嫌なのでやめときました。海鮮がいい来ました。美味しそうだし温まりそうだね。いただきます。海鮮粥いただきます。あっこい、やっぱ美味しいね。パンリャオで食べた以来か、海鮮粥すごい美味しい。スープもねすごい美味しいよ。一つね、挑戦でホタテのチーズ焼きを頼んでみました。美味しそうだね。ホタテのチーズ焼きめっちゃね、トロトロしてて美味しそう。うん、新しい、美味しいね。ごちそうさまでした。海鮮めっちゃ美味しかった。ご飯食べ終わって再び海沿いに来てみたけど、やっぱ寒いね。というわけで本日は淡水にやってまいりました。明日はいよいよこの台湾一周ファンダオの旅ゴールである台北へ向かってみたいと思います。で、詳しいゴール地点なんですが、どこにしようかなってずっと考えていたんですけれども、やっぱり龍山寺がいいかなと思います。っていうのも11月9日に龍山寺でこの旅の安全祈願をしてから始めた旅なので、ちゃんと無事に帰ってこれましたっていう報告をして、この旅を締めくくるのが一番いいんじゃないかなと思ったからです。なんで距離20キロ、時間が4時間40分と表示されているので、まあ5時間少々かな。それでこの旅を締めくくりさせていただきたいと思います。最後までね、全力で歩きたいと思いますので、次の動画もお楽しみに。それじゃあ、じゃあね、またね、バイバイ。サンキュートラベルオフィシャルグッズ好評発売中。T シャツ、アクキー、トートバッグなど、ここでしか買えないオリジナルグッズがたくさん。完全受注生産だから早めに注文してね。詳細は動画説明欄の URL をクリック。